世界柔道パリ大会女子70キロ級は決勝戦を迎えました。白フランスのデコス、青オランダのボッシュ、共に長くこの世界の舞台で戦っている両者の対戦です。さあ塚田さん、楽しみな決勝戦になりましたね。そうですね、もう私の個人的な感想ですけども、はい、私はこのデコス選手の柔道を見てるともうワクワクしてしまうんですよね。あの全日本の園田監督もですね、おそらく今女子柔道で世界で一番強いのがデコスではないかというふうに話していました。はい、あの準決勝を見て もう鳥肌でしたよね。ここまでオール一本、国原に勝ったメーサーロスを大外刈り一本勝ちで仕留めてこの決勝戦進出です。デコスの強さ、塚田さんの好きなところというのはどういうところなんですか？先ほどちょっとこう足を払われて、倒れてしまったんですけれど、とにかく軸が強いんですよね。ぶれない、頭が動いてないっていうんですかね。でそれで技に入る時の何かこう爆発するような、そういう感覚っていうんですかね、思い切りの良さありますね。開始から1分、両者に指導が入りました。これで試合が動いてきます。まあボッシュもなかなか組ませないぞという感じの組み手争いになっています。なかなかこう試合がちょっと進まないので、こうちょっと技をかけてかけなさいという審判の指示でしょうね。そうですね、はい、さあじわりじわりとデコス慎重にまず釣り手を取りました。内股やや不十分な体勢で入っていった青い道着のボッシュ。去年の東京世界柔道金メダルを手にしているのがこのデコスです。勝てば2連覇。一方ボッシュはカイロ世界柔道金メダル、勝てば6年ぶりの金メダルになります。デコスの強さが北京オリンピック決勝でこのデコスを破った谷本歩美さんが話していましたが、実はデコスの右手、利き手がですね、はい、本当に強いと話していました。はい、そうですね、もう長きにわたっていろんな対戦を組んでいるんで、ちょっとお互い知り尽くしているんでしょうね。はい、ですから塚田さん、ボッシュもなかなかデコスに引き手を取らせないような感じですかね。そうですね、でやっぱり組んだらもう持ってかれてしまうということをボッシュ選手も分かっているので、はい、まあ、きっとおそらくこういうふうにこう、しかし引き手を取ったか、取ったか、ここですね、ここの見どころですね。もうとにかく組ませないで足を払って攻めている姿勢を見せて反則を導こうとするボッシュ選手。ボッシュに指導です。消極的という反則を取られました。ボッシュも本来左組ですから左手で相手の襟を取りたいんですが、襟を取りますとデコスがその袖を絞ってくる。さあ引き手を取ったデコス、右手で引き手を取りました。ここからデコスの流れになります。倒れませんね、このバランス感覚の良さ、本当にすごいです。汗一つかいていません。このデコスの右手です。いや、日本の両選手もなんとかデコスと対戦したいというね、思いがありましたが、そこまでも届きませんでした。一柔道ファンとして何か見せてほしいっていうのが率直な感想ですよね。はい、今有効のポイントリードしています。ボッシュは追いかける形になっていますが、簡単にはやはり釣り手を取りに行けません。左手を伸ばせばデコスにその袖口を絞られます。ボッシュ選手下がってますね。あ、もう一つ指導がでもおかしくないような感じに、このフランスパリベルシー体育館大ブーイングになってきました。今年になっても2度対戦しています。あ、極端な防御姿勢ということで3つ目の指導、これでフランスデコスに技ありのポイントが入ります。もう一つ指導が入りますとデコスの反則勝ちということになります。それでもボッシュはなかなか両襟を持つ形、なかなか勇気を持って飛び込んではいけません。今年になってもボッシュデコスは2度対戦、いずれもデコスが勝利。思い切って奥襟を持つ形いいかもしれませんけどね。そうですね、
ただもう前に出てませんよね、もうこの、デコス選手の圧が強くて、はい、さあ残り1分になります。オランダのボッシュは苦しくなりました。1997年のこのパリ世界柔道、17歳で出場してからずっとオランダ代表を張ってきました。さあ組手をデコスが作りかけています。もう1回指導が来るとボッシュの反則負け。攻めなくてはいけません。ボッシュ絞ってきましたよ。さあ取った、デコスが取った、これです。指導を取ってほしいというブーイングの中です。まだです。さあ残りが30秒。今大会フランス2つ目の金メダルに向かって残り時間20秒。足を飛ばしながら一発逆転の技を、ボッシュは何を狙うか。技ありのポイントリードしているリュシー、あっとここで待て、副審2人が呼ばれます。指導が入りますとその時点で決着がつきます。初戦から全て一本勝ちのフランス代表リュシー・デコス、もう極端に後ろに下がってるんでデコス選手も前出ませんよね。そこがやっぱりさすがだと思います。試合巧者なところも見せました。さあ、いやまだ指導は取らない、残り10秒、見届けようという大ブーイングではありますが、そしてこの瞬間リュシー・デコス世界柔道70キロ級2連覇達成です。いや強かったですね。もう寄せつけませんね、はい、現世界チャンピオンにしてフランスに君臨する70キロ級の絶対女王デコス、ロンドンオリンピックの金メダルにも一番近いところにいることを証明しました。いやただ地元の重圧、そのプレッシャーからの解放、あふれる感情があります。これで63キロ級時代タイルの金メダルを合わせて世界柔道通算3つ目の金メダルを獲得しました。世界柔道パリ2011女子70キロ級の結果です。地元フランスでデコスが金メダル獲得になりました。カイロ大会以来になります。そしてボッシュが銀メダル、日本の国原は銅メダルという結果、メーサーロシも銅メダルです。地元3回戦敗退、来年に向けて気持ちを持ち直してまた挑んでもらいたいところです。